レーダーアラムは MLB で活躍した内野手。アメリカ合衆国のオスカロライナ州シャーロット出身。1990年にシカゴホワイトソックスからドラフト4巡目で指名され入団。メジャーデビューは1995年4月26日のブルワーズ戦。その後もメジャーで出場し続け、この年125試合に出場し、新人王の投票では6位に入った。 1996年以降7年連続で150試合以上に出場し4年連続で30盗塁を記録した。1998年には出場試合数、得点、安打数、盗塁などで自己最高の成績を記録し19本塁打は2塁一種としての新球団記録となった。初めてオールスターゲームに選出された。 2002年7月25日に 3A 級の投手ジョーン、アドキンスとのトレードで、オークランドアスレチックスへ移籍した。このトレードで、BASEBALLPROSPECTUS.com は、ケニー・ウィリアムズは、アスレチックスのファンという見出しが踊った。これまでダーラムは、足で評価され、足を生かして、他人の気持ちをかき乱す天才だった。しかし、 ビリー・ビン・ GM は盗塁の才能ではなく、アウトにならない才能を高く買っており、アスレチックスのコーチからは、盗塁を試みるなと申し渡された。ダーラムは、指示を守り、移籍前に22回の盗塁を記録したが、移籍後は3回で、うち2回は独断だった。シーズン終了後に3年総額2010万ドル、4年目は700万ドルの、選手のオプションで、 サンフランシスコジャイアンツへ移籍。2003年は5月と8月の計2回、メジャー初の故障者リスト入りを経験。出場試合数は、自己アーストの110であった。2004年も昨年に続き、故障で120試合の出場に終わった。2005年以降、不動の5番打者として歩かされることの多い、バリーボンズを本類に返す役割を担うようになり、2006年は、 打防会長で自己ベストの26本塁が93打点を記録している。シーズン終了後には2年契約を結んだ。しかし、2007年は打率。218と規定打席に達したリーグ75人の中はアストで出塁率は3割を下回った。本人は恥ずかしい1年と反省した。守備でもスランプだった打撃のことを考えてしまい、制裁を書いた。 2008年6月12日のロッキーズ戦で二類手として史上22人目となる通算2000本安打を達成。ありがとうございます。